ひさちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は視聴者の方に、はい、ひさちゃんに聞きたいお悩み、はい、相談をやりたいと思います、はい、いつもはおしゃべりでお悩み解決してたんですけど、今回は実践というか、まあ、練習場でできる解決策をやってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。大丈夫、寒いで。寒いね、ごめんね。今日はね、冬にでもほら、冬はみんなさ練習するからさ、ね、コース行かないで。そうなんだ。なのでこんな企画をやらせてもらってます、はいはい、続きまして、はい、チーピン。おー、はい、もうグーンだね。バナナボールで悩む人。あ、バナナね。バナナ。チーピンはね、チーピンが出る要素としては、まあ、よく言う腰が止まるあっていうのが、まあ、一番かなと思います。で、腰が止まるとゴルフってこうスイング中は基本体が回転してる上での全てのお話になるので、体が止まった瞬間手打ちになって、さっきのローテーションが強く入りすぎて、チーピンに関してはとにかく腰が止まらないように気をつけた方がいいかな。ひさちゃんのチーピンで悩んだ原因は止まってたの？ちょっと止まってた、完全に止まってた。止まり癖がついてた。全然違う今と、うん、全然違う。そんなに止まってたの？めちゃくちゃ止まってた。で、昔はより、今よりもよりフックグリップ、本当にグリップも関係するのかな。関係します。で、フックグリップでなおかつシャットだったから、もうチーピン要素がこんなにあって、うん、私のグリップやりますけど、私こうですからね。だいぶですね。でも私に似てる。私もそうだった。本当にこうで、うん、なんか横から叩くイメージだよね、うん、このグリップ。ゆくゆくはそのイップスになって、でチーピンが止まらない、チーピンを嫌がってこうドスライスになった時に、究極私はこれも実体験なんですけど、究極本当にドローヒッターだったんですけど、全てを捨ててフェードに変えました。へえ、それ出たよね。これはね、3年くらいドローン捨てて、フェードでやってた時期がありました。もう握り方から本当にさ、ドローヒッターからしたらさ、飛ばないしさ、もうね、打感気持ち悪いしさ、一言でシンプルに辛い。そう、握りも本当真逆ですね、今あれの。フックグリップからウィンググリップに変えて、スイング軌道もこう、なんだろう、今まではこう横に振ってたのを縦に振るようになって、で、まあ、感覚が全部違うので新感覚みたいな感じで臨んでました。で、まあ、GP になっても3年もやってれば GP になっても全く忘れて、で、程度の感覚で3年過ごして、じゃあもう GP 出ないね、これじゃってなって、普通に、まあ、ドローに戻した、ドローに直したんじゃなくて、ドローに戻したら、もうチーピンなんかそれからもう一回も出ない。っていうのは、もっと究極。すごい。もう、解決法が見当たらなさすぎて、その腰を止めないっていうだけじゃ、どうにもならなくて。そう、どうにもならなすぎて、私はちょっとドローから、フェードに変えました。で、この人の悩みがですね、RRR1643 なんですけど、まあ、アイアンは打てるんだけど、ドライバーになるとチーピンになります。ひさちゃんもそうだった？アイアンは平気だった？アイアンは平気だった。ドライバーだけ死んでた。なんかもう本当にチーンって感じで打った瞬間、左を嫌がってこの右リングっていうのがもうマイホール交互に、まあ、あえて練習場でやるドリルってなんか一個だけやってみよう。あえて練習場でやるドリル、まあ、チーピンを出すのにあえてやるドリルは、これも私がやってたやつなんですけど、はい、まあ、シンプル、これも考え方はとてもシンプルで、体、腰が止まらない、止まっちゃいけない、じゃあそのために腰を
動かして打つにはどうしたらいいか、ただこのステップで、おお、ステップ打ち、ステップ打ちをとにかくやってた。なるほどね。これも別に当たらなくて全然いい、うん、最初タイミング難しいよね、うん、でもこれが本当シンプルに腰が止まらないっていう見つけた練習、まあいろいろやってみて自分にしっくりきたって感じ。踏み込みの、あ、でもこっちに一回足ポンってやるんだね。え、それなんか新しいかも。一回右に乗せて、あ、これをやれば腰が止まらないっていう風にもっとシンプルに踏み出したとおり。こんな感じ、もう何やってみんな遊んでるのぐらいの感じで思えるかもしれないけど、こんな感じ。でもすごく自分で行こうっていう感じもなくなりそう、うん、でステップ踏んでるので、ここで一回グッて自分の動きもちょっと入って、でもこっちに反応してる分体こっちに来たがるから、多分ちょうどいい曖昧な感じで。ステップ打ち、ステップ打ちはこれは結構腰が止まらないくていいと思う。おー、すごい力を入れてる感じじゃなくて、もうふわっとこのステップに身を任せて打ってる。いいね、振り抜きもいい。はい、ステップ、はい、では皆さんついてきてみんなついてきてシンプルについてシンプルについてきてください。で次、染まったちょっとドライバーできてる悩みをささっと紹介していきたいと思います、はい、コースでドライバーを握ってアドレスした瞬間に固まります。わかる。なんかいい方法ないですかっていう。もうドライバーにいたらもう動けない。じゃあもうポン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 できますね。はい。あのワックルをする。おお。あの固まらない。うん。まあ、こう、あ、とにかく動いてる。足とかね。足とか。足でも手とか。とにかく肩とか。何でもいいから。とにかく打つまで。もじもじする。もじもじする。とにかくもう。やめた方がいい。なるほどね。ハマっていくだけなので動かす、とにかく動かす。次いきます。長井慎二さん、はい、クラブ寝た瞬間に終わるというかな、かなもと、かなもとっていうのクラブ寝た瞬間に終わるドライバーも言ってるもんね。一緒です。そうだよね、うん、クラブ寝た瞬間に終わります。終わります。悲しいよね。次、森さん、森照正さん、はい、森さん、りなちゃんはアイアンとドライバーの打ち方ってどうこう意識して打つとかありますか？あ、基本一緒です、うん、もう本当に大きくゆったりリズムよく、この3つだけはもう昔から永遠のテーマです。調子が悪くなると早打ち、トップまで行く前にダウン入っちゃうとかしちゃうので、大きくゆっくりリズムよくはテーマとしてやってます。最後いきます。48レディアンドさん、ラウンド中ドライバーが左右にどうしようもない時があります。こういう時は何を意識してればいいですか？もうどっちも出る、どっちも出る、もうどっちも、どっちも出るんだ。でも何かを OK とすることだよね。そのドロー打ちたかったらプッシュ OK とする。そうだね、なんかどっちも出るって本当に究極に悩んじゃってる時だと思うから、うん、今日は何だろう、引っ掛け左に行くのだけはちょっとダメっていう日を作って、まあ右に行くのは良しとして、その左に行かないためにはっていうテーマでやっていった方がいいと思う。右出る、左出る、
どうしようどうしようで多分一日終わっちゃうから書いてある一日終わりますなんかテーマを決めると決めてやるといいかテーマを決めて以上ドラえもん終わりますはい、はい、完全に私の感覚と実体験と、うんうん、やってきたことなのでこれが全てがなんか正解じゃないので広い心で見ていただければなと思います、うんうん、なので何が一番自分にとって分かりやすいかと何が一番合ってるかっていうのをこうちょっとずつこうピックアップして聞き入れてもらえたらなと思います100人いたら100通りの教え方があると思うので自分にこれは合うなって思ったものだけ取り入れてもらえたらなと思います。ペコリペコリバイバーイ。チャンネル登録お願いします。